6月13日、タイの天気です。タイ・バンコク、雨、最高気温36度、最低気温27度。相当蒸し暑い感じがしますね。36度もあって雨で、今向こうで台風2号が発生しているので、その影響があるかもしれないですね。まだ日本に来る台風ではないと思うんですけど、梅雨前線、日本の梅雨前線にも影響あるかもしれないですね。まあ、普通の天気予報やってもなんなんで。東南アジア出身の、バンダ。まあ、かなり水が好きですね。今日みたいな雨の日だと、雨に打たれて、嬉しそうです。暑さにはかなり強いですね。日本現地の気温も今の時点で36度とかなってるから、まあ、相当暑いのは好きなんだろうなという感じはしますね。まあ、いよいよ台風が来た時の対策っていうのもなんとか考えなきゃいけないですね。それでは皆さん、良い一日を。